皆さんこんにちは。国家非常事態対策委員会キャスターの水沢美香です。今日はトランプ大統領の対ロシア経済戦略と安全保障についてお二人のコメンテーターにお話をお聞きいたします。まずお一方は空手道本庁武道総本庁総裁マイケル・ジャクソンのファーザーとしても知られております日本テレビ報道協会 JRP テレビジョン総裁の長道院大閣氏です。もう一方は国際ジャーナリストノンフィクション作家そして革命家としても命を張って日本のためにご活躍いただいております侍ベンチャミン・フルフォードさんです。よろしくお願いいたします。長道院総裁からお願いいたします。今の米ロの経済貿易関係は落ちる、これ以上落ちるところはないほど落ち込んどるわけです。もう経済制裁を超えてたわけだから。だから悪、これ以上悪くは絶対ならない。これ以上良くなることはある。これはこれはっきりしてることです。だから今最悪の関係であるが、これから徐々に回復していく方向へ向かう。これだけは保証できるわけ。それと、まあ、プーチン大統領があらゆるテクニックを使って、いわゆる CIA と対決し、そして、民主党側の情報を全部傍聴チームが取り上げて、それを選挙戦でトランプ側に有利になるように使って、トランプの勝利を作ったと。アメリカ国内では CIA 対 FBI の戦いで、CIA はクリントン、FBI はトランプ、これが争ってトランプが勝った、FBI が勝ったわけ。だからこの FBI はそのままコーニーが長官として残る。ということはロシアに対しては結構好意的だと。で CIA は今までの長官が今度はポンペオに変わる。これも対ロシアにとっては今までの CIA よりも対ロシアに対しては好意的になってくる。こういう意味で、情報機関捜査機関等もですねバックアップするわけですから、アメリカとロシアの経済関係は良くなり、まあ、同時に言えば安全保障関係も非常に今までとは違う形で裏の連携プレーができるようになるだろうと。特に中東問題においては連携するだろうと。でこれはまあアフガニスタン、イラク、イラン、シリア、リビア、イエメン、ね、こういうところに対するアメリカとロシアのいわゆる共同作戦というのによって今まで起こったトラブルが解決する方向へ向かうであろうと、まあ、これの第一歩が、まあ、アフガニスタンでのシリア和平問題の調整を今やっとるし、で今度の自由シリア軍というのはイスラエルやアメリカのブラックウォーターたちが作り上げたものであるが、今度このメンバーも今度はモスクワへ行ってロシア側と直接交渉を入るという、非常にまあ良い方向へ向かっていると私は思います。はい、ありがとうございます。今はですね基本合意がありまして、まず、ロシアが、これからベラルーシアと、それから東ウクライナロシア民族のところがですね、まあ、ロシアの、国の一部になるという、まあ、基本合意が水面下でできるんですよ。で、残りのこうクリミアがポーランドとドイツと組ん でそれでまあ新しいヨーロッパでのバランスなんですよ。でロシアと喧嘩する体制でいったメルケル首相がクビになりますというふうに聞いてまして、で新たなヨーロッパ同盟、ロシアを含めたヨーロッパ同盟が誕生すると聞いてます。で中近東においてはアメリカ軍と、まあ、軍産複合体とロシアがウフライティス川の、境目にお互いの、その管轄が決まって、
でそれが維持されるので、こう次第に中近東も平和になります。とにかくロシアを悪役にするとか、ロシアを敵視するような根本的なところがこれから変わろうとしてるんですよ。でその背景にあったのは、1000年ぶりの、ロシア正教会のトップのキリルと、ローマ法王があったことですね。こうでお互いキリスト教が一つであるという根本合意ができたので、その対立構造がなくなるんですよ。でトランプ政権の裏を見ると、やってることを見ると、一番影響力を持ってるのはバチカンなんですよ、キリスト教。だからこれは大きく言うと、キリスト教と同盟が組まれてるんですよ。そのために、これからロシアとアメリカは次第に仲良くなると。でヨーロッパも、仲良くなって、で最終的にアジアと話し合いをして、五分五分のお互いこう得のある新しい世界の枠組みを誕生させようとしてるんですよ。で、まあ、今回に米ロの関係ですけれども、ちょっと違う話で入れたいんですけれども、昨日トランプはね、国連に支払う予算うんと切る、4割切るとか、なんかすごい、国連予算切ろうとしてるけど、やっぱり国連本部がこれからニューヨークからアジアに引っ越すということが間違いないので、そういう話題もこれから出るけど、とにかく水面下で今米ロ同盟が、生まれてるけど、実はロシアは中国とも仲良くしてるので、中国のとアジアと欧米の仲介役をロシアがどうもやりそうなんで、やっぱり相変わらず僕はね、その世界が対立構造からみんな仲良くする構造に変わろうとしてるんですよ。ロシアの人間にもね、なんか最近アメリカにいっぱい口説かれてるけれども、ブリックスはどうなったんですかと聞かれたときに、もうブリックスもまあいいんだけど、要するにみんなで仲良くしようじゃないかと、そういう方向性で今変わろうとしてるということなんで。イタリアのアルファの外相が、ロシアも加えて G8 に戻すべきだっていう発言もされてるんですけど、それなんかもありそうなんですか。今度イタリアが5月にシチリアのタオルミナで首脳会議の開催国ですけど、まあロシアはもう G8 もいいんじゃないかって言ってたと思うんですけども、でも基本は今やっぱりヨーロッパがですね、ロシアと喧嘩してる場合じゃないっていうのを分かってて、これからロシアと仲直りする方針が変わる。そのためにフランス、オランダ、ドイツなどで今年に政変が起きると言われてまして、で新しく誕生するのはもうちょっと辛辣なヨーロッパということなんですよ。まあ、G8 には戻るのは間違いないでしょ。トラム英国、G8 言ったらアメリカ、英国、フランス、イタリア、ドイツ、ジャパンね、中国入ってないですよね。まあだからそのうちだから G9 とかね。でも僕はだからね、メイもロシア戻したいって言うだろう。メルケルは前から言ってるし、ね、新しいフランスの大統領がその誰なんかによってもまた変わってくるだろうし、はい、イタリアも戻すと言ってるわけだから。あとごめんなさい、ロシアに関して言うのは忘れたんですけども、ロシアは人口的に言うと、GDP 的に言うと、そんなに大国かっていう、そうでもないけれども、あの国なんで尊敬されてるかっていうと、ものすごい今軍事力、軍事技術が、アメリカのそれを超えてるものが多いから、とにかく喧嘩強いところと、あと資源が非常に多いところ、理由に、みんなロシアのことを貸しができない、こう経営しができないということなんですよ。で、あとロシアは僕から言わせると、確かに白人が多いけれども、考え方はやっぱり半分アジア半分欧米という感じで、ちょうど中間点でもあるから、やっぱり、基軸的な役割を果たすんですね、これからロシアは。やっぱりプーチンの指導力もあるね、プーチンと、ね、ずば抜けた指導力があるわ、世界ナンバーワンと言われるだけあってやね、やっぱりその影響力は世界にもう轟き渡っていくから。はい、ありがとうございます。よろしいですか。それでは国家非常事態対策委員会を終わります。ありがとうございました。日本はユーロシアの一員である。
スーパーニューサン CPL は東海大学医学部においてがんが消滅する現象から発見された物質で、食品分子量が2000以下の超微粒子のため腸管からの吸収が良く、体の隅々まで浸透します。健康と美容に大変役立つ健康食品です。美しく元気とはつらつとした人生を過ごしたい、美容や健康が気になりだした、体力が落ちてきた、このようなお悩みを抱えている方にぜひおすすめしたい砂糖大根を原料とした健康食品です。お問い合わせはこちらまで。お待ちしております。